皆さんこんにちは、加藤夏希の YouTube チャンネル夏色。今日はですね、ドラゴンクエスト10をやっていきます。今日も実はですね、9月5日に薄桜集会っていう、薄桜っていうカラーリングの色があるんですけど、その色を使ったドレスアップ集会のスタッフにゆきちゃんが選ばれまして、お声掛けいただきましてありがとうございます。ということで、薄桜ドレア集会が、あるので9月5日に22時からサーバー22現、ラウラリエの丘、ラウラリエの丘で行われます。ニキちゃんのねツイッターでもちょっと告知をさせていただいたんですけど、今回もドレアスタッフとして、前回のねメガネ集会の経験をこう生かしたいところだね。なんかこう前回やっぱり慣れた3人のねメンバーが引っ張ってくれてたので、なんかその3人の姿をたくさんね勉強させていただいたので、その成果がまたねこの次につながって、いければなと思ってたので、この薄桜ドレア集会成功させたいなと思います。ということで、このドレスアップの、お洋服を考えていきたいと思います。薄桜だから淡いピンク色なんですけど、あ、どうも動き始めました。動き始めましたね。大事なもの姿見でね、ちょっと作っていこうかな。海賊奴隷をしたんです。下まだ作ってないんですけど、これ可愛いかな。そもそも海賊奴隷もうね、このポニーテールはマストなんですよ。メレアーデウィッグはがないとちょっとニキちゃんって感じがしなくなるので、これマストなんですよ、どうしても。だからでもこんな感じでちょっとね海賊ドレアを考えているんですけど、あ、海賊ドレアと薄桜を混ぜてもいいかもしれない。例えば、ここの眼帯をね薄桜にして、あれ、どういうこと、ブレスレットだった、眼帯こっちだった、このね、可愛くない、可愛いよね。今回4回目の開催なんですよ、薄桜ドレア集会が。で、3回目の時にニキちゃんが参加したんですね。スタッフとしてはではなくて、普通に来場者として、来場者プレイヤーとして、遊びに行ったんです、薄桜の格好をして。ただその時マゼンタの色が強すぎて、なんかこう薄桜自分のドレアの中でもこうちょっと薄れるぐらいマゼンタみたいな格好になっちゃったんですけど、で今回4回目の開催で、ちょっとルールがこう変わったというか、髪の毛の色を薄桜にするだけでもいいですよっていうので、ドレスアップの集会なんですけど、どこか一箇所でもいいので薄桜の色を入れてもらえるといいかなっていう感じなんです。なので例えばこういう風にこの一箇所、眼帯一箇所だけでもいいし、ニキちゃんの髪の毛で言うとよれないかな、あ、ここだ、よれた。ここね、ここのオンザスタイルのここの部分がこう艶めきってるんですけど、そこだけとか、ね、一応薄桜っぽい感じにしてもいいのかもしれない。ちょっと今回海賊と薄桜を混ぜて、薄桜だとやっぱちょっと可愛い感じのイメージになりがちだと思うんですよ。めちゃめちゃ使うじゃんみたいな。あ、これ可愛いかも。でもシャツを薄桜にして、あ、ここ黒なんだ、あ、細かいところだな、この箇所、アクセサリー的な感じかな。メインっぽいシャツを薄桜にすれば、こ
ここは色薄桜じゃなくてもいいかもしれない。濃くしてさ、ストロベリーガーベル、ダーク系ローズダリア、そうね、ちょっと暗めの色でも可愛いかもしれない。ストロベリーかな、落ち着くのは。シャツが薄桜ならやっぱ眼帯のここは薄桜じゃない方が、もしかしたらストロベリーガーベラにしてもどうかな。ちょっとシャツの形が違うな。そうだからちょっと海賊かける、まあ、海賊がね出るでしょ新職業で。だからかわいいんだけど惜しいね、この黒い、あ、黒って隠れるのかな、これ隠れそう、あ、隠れない、目立つ。持っていないバッグみたいな、持ってるはずもない、持っていないバッグなんか巻かれすぎこれさすがにちょっと巻かれすぎか。あ、あ、あ、危ない危ない、戻りすぎちゃう。ちょっとねこのシャツの形は可愛いんだけど、なんだろう、ストライプがちょっと違うかな。このパフスリープがついてる感じとか可愛いよね。やっぱねこの男の子だからね本来、だから男の子っぽくなっちゃうと、あ、ここが可愛いのかな。この古代の王族のベストが結構使えるんですよね、可愛いよね。でベストをこのストロベリーにしてシャツを薄桜にしよう。オーロラだしこれ薄桜、あ、可愛いんじゃない、どう思う。てかこれシャツの袖はピンク色になるのにシャツのここの部分は黒いままなんだね、謎、謎すぎないこれ。しょうがないの、わかんないね。まあちょっとこれはいい感じかな。これちょっとまあ強いて言うならこういうことかな。ベスト、ベスト、そうね、強いて言うならこんな感じかな。ちょっと考えよう。今回だから、まあ、季節も関係なく薄桜だと結構フェミニンな格好をする方が多いと思うんですよね。だからあえてそこにか見て、恥ずかしい、なんだかとっても恥ずかしい格好。あ、でも下の下がちゃんと薄桜なんだね。あ、もうほんとなんかあの子供、子供の体型って感じね。あのパンパンにムチムチになっている子供の格好みたいじゃない。可愛いんだけど、可愛いんだけどなんだかね違うよね。鎧だとゴツゴツし、結構難しいんですよね本当どれあって。ほらなんかもう大半が似合う格好がないでしょ、見ての通り。ここから課金になるな。このさ、もんじゃケープも出て可愛いって思ったのに、やっぱねちょっと太めのドア子ちゃんが着るとボリュームアップしちゃうんですよ。だから結構 着方が難しくてドレスアップとして使ってない。あー、この辺りかな、カチッとしてるね。これは青年貴族のコートははは面白いなんか私服、撮影終わって私服こうですみたいな感じの人だよね。このねコルセアマントがドアコちゃん着るとすごい可愛くて、なのになんかねちょっと違う感じになっちゃうんですよね。
この辺りかな、アラビアンウェア。これちょっとお腹出てるけど、なんかパッツンパッツンすぎちゃってますみたいな感じ。どうなんだろう。あ、でもベストで色を変えられる。これはどうかな。ちょっとこれ保留だな。アラビアンベスト。猫貴族と相性が良さそうだね。可愛いけど、海賊じゃないね。海賊の勝手なイメージだけど、すごいいろいろ着込んでる気がするん。そんなことないのかな。今夜中1時半です。1時半。あー可愛いね。可愛いけどちょっと違うか、系統がね。ローズフォーム上、あ、これをうまいこと合わせられそうな気もするな。今なんかすごいワンピース感とかなって、なんか、あ、やだー、脱げちゃったー、恥ずかしい。はい、これを黒にしてみたら、あ、これらならいいんじゃない。この薄桜のジャケット羽織ってるスタイル、可愛い気がする。ただ海賊かって言ったら海賊じゃないね。ちょっとロック好きな女の子みたいな感じじゃない。まあこれは保留で、一旦これはこれで取っておこう。まあちょっと海賊じゃないっていうのが難点かな。このねメロディアトップスも結構使えるっていうか使ってるんですよね。なこれねすごくいいのが、あのこう肩のラインからこう、なんだろう、なんかこう降りてる部分あるでしょ、ね、これがあの二の腕を隠す役目を間違えたしてるから、ここがね、この今薄桜ついてるピンクの部分がないと黒の T シャツみたいな感じにピタッとなると思うんですけど、そうするとやっぱ太さが強調されるんですよ。だけど自分の体よりも大きくまとうと、ね、かなりスリムに、何を熱弁してるんだって感じだね。でもかといってこういう風に着込んじゃうと着太りっていうかね、ボリュームアップしすぎちゃうのが、うん、でもねこれはあの海賊としてはいい気がする。こっちを薄桜にしてみよう。うん、ちょっと違うな。ないな。いやほんと難しいんですよね、ドレアは。なかなかいいものが、あれウルタかな、こっちからリンの服か。リンもまあちょっと海賊っぽいね。あとあれか、こういうアクセサリーとかついてたりすると海賊感も増すかな、マシマシになる。これかわいい、スチームスーツ。かわいいけど、あ、やだ。これじゃ薄桜メインじゃなくなっちゃうね。やめよう。そう、だからこう、アクセサリー、ネックレスみたいなの、イヤリングはね、見えるんですけど、ネックレスとか見える装備が出たらいいなって思うんですよね。私個人的にはまあきっと海賊の職業がまあバージョンアップして出た時にはあの新しいドレアもね出ると思うんですよ。だから今何もまあ海賊にこだわらなくてもいいんだけれども
けれどもやりたい。あとあの優先を変えてほしいよね。こう今の格好だとトップスが優先になってワンピースだからじゃなくて、ボトムス優先にしてこうトップスは全部、まあインインもちょっとあれなんだけど、なんてね。ドラクエに何を求めてるんだみたいな感じになっちゃうけど、買ったこれが同じ色すぎるから分かんなくなるんだ。色を変えておこう。あーデスマスターだけどこれは可愛いかもしれない。こっちは黒にして、こっちは薄桜、こちらは見せ桜、こちら見せ桜。全然後ろちら見せになってなかった。むむむむむ、デスマスターじゃんって感じなんだよね。それだとあ、この系いいかもしれない。占い師じゃんって話なんだけど、海賊かって言ったら海賊じゃない、眼帯してるからなんか C っていうならって感じだよね。ここを薄桜に変えればいいか。あ、可愛いじゃないこれ。ちょっと何あれではないけど、海賊ではないけど、そしてまたとことん薄桜にバイカラーにし始めるっていうね。でも可愛い気がする。これちょっとこれいいな。ただ何個使うのこれ薄桜。1,2,3,4個か。4個使うのね。ちょっとこれは金策を頑張らないといけない。でもこれ可愛いと思う。占い師の服上持ってたかな。なんかこう配信と違ってあの撮影なので今これでこう配信なので、配信と違って撮影なので、なんかね結構気が楽というか、あの時間を気にしなくて、一応なんか配信はお昼の配信、生配信は12時から1時までの1時間っていう感じでいたんですけど、また相変わらず使うものが、あ、大丈夫だね。なんだっけ、ちょっと荷物今ね29個、他のキャラから送らないといけない。なんだっけ、ドレスアップの洋服を、占い師の服上、ないね。茶がなかな、茶がな、茶がな、茶がな、猫貴族、猫貴族はね持ってない気がする。持ってないと思う。マジカルブーツ、マジカルブーツ、
ブーツしかないじゃん。困りました。よし、完成です。さあさあさあ、ということで、このね、このドレア完成したので、これをもしかしたらまたあの前回のメガネ集会みたいに8着かな、前回作ったのは。でもそんなにはもう今回は作らないので、1個2個いって3着ぐらいかな、作ると思うんですけど、まずはこの海賊の格好をメインで、今回は参加したいと思っております。告知用のフライヤーっていうのがあるんですけど、それを作るので、その時の皆さんのドレスアップの雰囲気に合わせないとちょっといけないかなとも思っているので、まあ、これは仮で、ただ本番は結構ね、この海賊の格好でいようかなと思っていますので、ぜひ皆さん、お越しいただいて、そして一緒に写真を撮ったりとかねしてもらえれば嬉しいなと思います。薄桜ドレア集会、9月5日22時からです。サーバー22現ラウラリエの丘、ここで、ドレアのイベントを行いますので、ぜひ皆さん、あの薄桜がねやっぱ値段が高いので、ドレスアップとしてカラーを使わなくても大丈夫です。髪の毛の色に薄桜かな、あの淡いピンクを入れるだけでも全然参加できますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。みきちゃんまたスタッフとして頑張りますので、当日もあのまたね、あの前回みたいな感じで撮影をね、させていただく予定でございますので、ぜひお越しいただければなと思います。さあ、ということで今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではせーの、ひばなー。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。フォローよろしくお願いします。ひばなー。